一昨年し8月の大雨の影響で運休が続き今後のあり方について検討が続く JR 津軽線・蟹田・民間屋間についてです今回初めて町村長や副知事が出席する会議が開かれました会議には今別町・外ヶ浜町・よもぎ田村の町村長と小谷智也副知事そして JR 東日本盛岡支社の 久保君と支社長らが出席しこれまで8回にわたる担当者会議で集約した4つの方向性を確認しました当初から一貫して自動車交通への転換を求める外ヶ浜町はじゃあ外ヶ浜の住民の皆さん津軽線が復旧して乗りますかと言ったら乗りますって言った方がいろんなところで会議したんですけれども一人も手を挙げてくれなかったんですねそれだったら じゃあバスに転換した方がいいんじゃないか。一方今別町は震災時に住民の孤立を防ぐために JR 津軽線の存続が必要だと主張しました。地域住民にとっては非常に悲しい部分があるので、なんとか JR 東日本さんの力でですね、5年でも10年でも残せるものは残していただきたいというのが私の願いであります。 あの4つの例を今日見せましたよね、バスと鉄道とかの4つの例を挙げています、それについてもうちょっと皆さんで意見交換したいなと思っています今回の会議でも、進展は見られませんでした。